オランダのユニーバー、コニメックス、チャイニーズスパイシーチキン味、製造は中国。揚げ麺に液体及び粉末スープがついています。麺は幅2ミリの扁平断面で、輪郭ははっきりしています。希少感はなく、しっとりした舌触りで、小麦の匂いも悪くなく、安っぽさは感じません。ただ柔らかめで腰や反発力は弱く、少しだらしなさを感じます。欧州向けの製品としてはかなり量が多いです。スープは無色透明に近く、そこへ赤いラー油が浮いています。唐辛子の辛さはほどほどですが、そこへホワジャオの刺激が加わります。塩分はかなり強く、相対的に旨味が薄く感じられます。中国の中でも四川料理を強く彷彿させる味のスープです。欧州でユニリバーはクノールブランドの即席麺を数多く出していますが、あえて別ブランドの即席麺を用意したのは、アジアっぽさを強く打ち出すためのものだろうと推測します。みんな大好きトントン